待って、あ、行くよ、いいよ、あ、これね、ごめんなさい、ちょっと待って、ごめん、いいよ、ごめん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 、いいよ、あ、待って、めっちゃごめんごめんなさい、めっちゃごめんなさい、ごめんなさい、見えてますか、ごめんなさい、私、待って、今変な声を聞こえてたかなごめんなさい、すいません、ちょっと大丈夫、友達の顔映ってなかったですか、ごめんなさい、ちょっと端末を変えました、クラッカーありがとうございます、あ、大丈夫、よかった、待って、どんな声を聞こえた、待って、アイドル的にちょっとダメな話聞こえしてなかった、大丈夫、ハートありがとうございます、ゆめちゃんのハメで止まってた、あ、じゃあよかった、ごめんなさいね、ちょっと電波が悪くて頭使えちゃった、ハートありがとうございます、すいません、めっちゃバタバタしちゃって、あとめっちゃ生活音聞こえてごめんなさいすいません、謝ってます、ごめんなさい、クラッカーと頑張れありがとうございます、かわいいもありがとうございます、お星様と桜餅もありがとうございます、あ、よかった、あーとかエースくらいの断片的な会話しか聞こえてなかった、よかったよかった、最初あの、そうそちらに行かれるとき、ごめんなさいごめんなさい、あ、妖精がいます、そうちょっと妖精さんがいます、すいませんすいませんごめんなさい、バタバタしてて、ごめんなさい、誰も悪気はないのそりゃそう、なんだっけ、あ、そう、21歳の抱負、抱負というか21歳、かわいい、ありがとうございます、桜の花びらありがとうございます、あ、誕生日ケーキありがとうございます、早くチーズケーキ食べたい、すいません、で、あ、そうそう、個人的なね、こうなんかこう性格面っていうか個人的な感じでは、まあそういう感じで、桜の花びらありがとうございます、なんかこう何事、すいません、本当にすいません、あ、ありがとうございます、あの桜なんだっけ、お花見のくまちゃんのタワーありがとうございます、じゃああなたは待って、かえっじゃあの出てこない、じゃあマカロ200個食べても大丈夫券を差し上げます、召し上がるときはぜひ呼んでください、ありがとうございます、美味しいもの食べてね、クラッカーありがとうございます、桜の花びらありがとうございます、めっちゃどうでもいいんだけどさ、この間マカロン買って帰ってきたのにさ、せっかくなんか冷蔵庫入れてたらめっちゃ硬くなっててショックだった4日以内に食べてねって言われたから4日以内に食べたのにめっちゃ硬かったすっごいショック、泣きながら食べた、ジップロックに入れておくべきでした、なんか気をつけてください、200個食べるときは。
で そのことはすみませんどうでもよくて、あとお仕事面はなんかこうなんだろうな、多分なんか桜餅ありがとうございます、私の性格的になんかこうこれやりたいみたいな掲げてやるより、なんかこうなんかなんだろうな、なんだろう、なんかなんて言うんだろう、そういうのよりなんかこうその目標のためにこう頑張るこの過程の方が私なんて言うんですかね、これ掲げてここ掲げますみたいなよりもなんかなんかなんて言うんですかね、そのお星様ありがとうございます、なんかねなんかそれも自分の性格的にきっとなんか違う合わないさそうっていうか、お星様ありがとうございます、なんかこうなんて言うんですかね、あんまりなんて言うんですか苦しくならないように頑張りたいなって思うんですけど、具体的なことを言えば私あの本当にあのジブさんのお披露目以来全然もう人前で叩く機会がなくて、もう本当に腕も鈍り鈍りなのでなんかそこは力入れていけたらいいなって思ってますし、でもなんだろうな、あとはなんかあの方をこう心配させないようにしたいなと思いますこれあのまあいろいろあるんですけどねいろいろあるんですけどね、あの ほうれん草はしっかりあの本当に言いづらかったからあの今言うんですけど、そうあのおしゃべり会の今この僕あ桜の木のあのタワーありがとうございます、じゃああなたは一日お花見に行って何でも屋台で買っていい権利をあげます、ありがとうございます、たこ焼きと唐揚げと焼きそばと綿あめ食べてください、ありがとうございます、すいませんありがとうございます、そうおしゃべり会のことについては私も早くアナウンスしたかったんですけど、でもなんか私からアナウンスしていいものなのかわからないし、逆に私そのなんて言うんですかね、なんか私個人のこと個人だけのことではないから、きっとなんか上からのリリースがあってから私もきっとご声明を出した方がいいのかなと思って、ずっと3日間ね皆さんをすごいもざもざさせてしまったと思うんですけど、だからそれは本当に申し訳なかったんですけど、でも私もだから3日間もうさずっとみんなのツイッター見てさ、お星様ありがとうございます、どうしよう今日めっちゃ何でも喋っちゃう、どうしようやめた方がいい、なんかみんなのツイッター見ても本当になんかもう土下座しながらみんなのツイッター見てましたすいませんでした、でもなんでもさでも
ありがたいので、そんなさ、まあそんな、なんかそんな大層なことが決まっててなんて言うんですかね、あの、なんか発表する前にさ、こっちでなんかあの、なんか刺されるとかありえないからマジで本当にそれだけは言わせてほしかったんだけど、なんかすごい言われて、あの、でもその展開ありえないから大丈夫本当にごめんそんなことある？ちょっとさすがにそれはかわいそうじゃないクラッカーありがとうございます。いやもういいよね、誕生日だから何話してもいいよねすいません、ちょっとあの全部ピーモザイクをあのピーって言っといてください、全部ミュートにしといてくださいでも絶対見られてるな。めっちゃ笑ってるよマジでだとしたら私がかわいそうだよ本当に、だからこれでなかったことにしてください。ゆめちゃん宣伝画像にいるのに参加メンバーの方にいないの謎だったよ。本当に私はそれだけは本当にわからない私もそれは本当に知らんすいません、そうだよね、わかるそういうところはね、なんかちゃんとね密にいろんな方とちゃんとね保冷そう します。私から言っておきますので、どうぞこれにてお許しください。私から言っておきますので、あまりねびっくりしちゃったよね、夢もでもこんな爆笑してるから大丈夫です。まあそんなこんなで、そう、21歳はですね、21歳の抱負、なんだろうな、あ、でもでもって言ったらあれだけど、なんかもう長野県出身のもう先輩2人がファイト、ありがとうございます。まあ、近野もね先輩としてカウントさせていただいて、こう今まで私を引っ張ってきてくださった2人がこの1年で2人とも卒業されて、初見の方ありがとうございます。そう、長野県出身メンバーは今萌ちゃんと私2人になっちゃったんですけど、まあ、ありがたいことにね、あの長野県でお仕事でたくさんさせていただけてて、あのでも本当になんか、旗ありがとうございます、桜の花びらありがとうございます。私もなんかこうなんて言うんですかね、たまたまこう長野県出身だったからこんなにこうすごく素敵な機会をたくさんいただけて、本当に自分がこう自分の出身地がもし違ったらこんなに素敵なお仕事に関われていなかったなって、まあ正直こう自分のでもこうまあ分かってて、こうそういう気持ちはあってなんか今年はそういう気持ちをなくせるぐらい、もう長野で一番先輩私になっちゃったので、そういう気持ちを
もうなんかこうなんて言うんですかね、後ろめたさじゃないけど、こう申し訳なさというかがこう今でもずっとこうあるから、そういうのもなくなるくらい自分に自信が持てるようになれたらいいなって思うし、自信を持てるためにもっとね、もっと努力していきたいなって思います。なんかこうなんだろう、自分に対してこう自信がなくなる、自信がなくなるっていうか、自信が持てないことがこう常時なので、でももうなんかこう困った時にこう頼れる先輩も長野にいらっしゃらないから、いいねありがとうございます。今度はあ、タワーありがとうございます。じゃああなたは長野善光寺の仲見世通りでもう片っ端から端から端まで全部食べて意見料を差し上げます。お供します、させてくださいありがとうございます。後輩しか、後輩萌ちゃんができたから、萌ちゃんをと二人三脚、まあ奈々子さんもちかなも、まあ、たまには来てもらって四人五脚なんかこう引っ張っていけるとか言ったら、私が言うの本当におこがましいけど、それくらいの気持ちで頑張りたいです。あのそう、長野でこの間一泊二日のお仕事があった後に、あった後にそもえちゃんからすごく嬉しい LINE が来て、なんかそれを読んですっごいもう本当に長文だったの、画面が埋まるくらいので、なんかそれを読ん、なんかお風呂で読んでて、たまたまもう本当になんか涙出そうになっちゃって、これがなんかお湯なのか涙なのか分かんないみたいなくらいで、なんかそれを読んで、なんか私まだなんかこうなんて言うんですかね、後輩にもうかっこいい姿を見せられない、見せられたら見せなきゃいけないなと思ったので、もっとねかっこつけたいじゃないですか、後輩の前でね、なんかご飯とかおごってみたいし。クラッカーありがとうございます。なんか悩み相談とかしてみたいしドンベイって書いてたもんですなんか、ま、それはそうそれはそう、だから今年の目標は先輩らしい姿を、先輩オーラを出しまくることです。なんかそあのさ、誕生日でいただいた LINE とかに返信してて、なんかすごいおもろいなって思ったのが、なんか先輩からのお誕生日でとって LINE はなんとかさんありがとうございます大好きですみたいな書くんだけど、なんか後輩からの誕生日おめでとうっていう LINE って、なんか姫さんおめでとうございます、いつもありがとうございます大好きですって書いてくれるんですよ。なんかそれがなんかすごいなんか小そばゆくてなんか夢でもそういう LINE にかっこつけたくなっちゃって、なんか先輩に送る LINE って私大体びっくりマークとか
ハートの、こう目がハートになってる絵文字なんですけど、可愛い、ありがとうございます。後輩に送る LINE はあの、いつもありがとうにっこりの絵文字みたいな。なんかこれからもよろしくねみたいな。なんかさ、なんか先輩してるなみたいな。すごい恥ずかしかった。先輩と後輩の LINE を交互に返してて恥ずかしかった。あ、ちなみになんですけど、今年の誕生日おめでとう LINE 一番は花江でした。本当にさ、本当にめっちゃ嫌いだけどさ、想定外すぎない？花江だった。花江寝てるかと思ってた。なんか花江ってさ、なんか22時に寝てそうじゃない？おもろい。拍手ありがとうございます。そう、花一番だった、ありがとうって言ったら、実は時計見て数秒前から待機してましたって言われて、え、ありがとう花。ちなみにちかなから連続で LINE が来たんですよ。0時00分に誕生日おめでとう、私が一番だったでしょスタンプって来たんですよ。もうそんなんさ、オイラインでさ下に行っちゃうに決まってるじゃないですか。そんなちかなも可愛いんですけど。おもろい。オイラインしたらそりゃ変わっちゃうよ順位で。それでそう、そのままありのままの事実を伝えたんですけど、そう、おもろいよね。ちかなかわいそう。せっかく時計見てさ、私の誕生日体験してくれてたはずなのにさ、私が一番だよねっていうさ、のでかわいそう。ゆなこは、これちょっとさ、本当に言いたいんだけど、あの人ね、本当にね、なんか LINE してたんですよ。普通の LINE をしてて、したらなんか意味が普通に11時40分ぐらいに返したの。もうすごい、なんかもう分かりや、もうなんか見え見えだったんだけど、なんか聞いて、今モフさんから LINE 来た。なんかあの意味がなんか誕生日祝ってほしいこと、すごい見え見えだなって思ったんだけど、11時40分ぐらいに返したの。そしたらで12時に来るかなって思うじゃないですか。12時36分ぐらいになんかその LINE の続きあって、あ、誕生日おめでとうみたいな、あ、ハピバみたいな書いてて、絶対忘れてたよね。絶対忘れてたよね。しかもそう、あのすっごい言いづらかったんだけど、いや、すっごい言いづらかったんだけど、別に今日ゆなこいないんですよ。別に今日ゆなこいなくて、すっごい言いづらかったんだけど、みんなの夢を壊すようで。そしたらゆなこから、でも本当はゆなこと過ごす予定だったんだけど、そうゆなこと過ごす予定、ゆなこもねいる予定だったんだけど、初見の方ありがとうございます。でそう、なんかゆなこからめっちゃ気持ち悪い連絡来て、今年の誕生日は初めて一緒に過ごさない誕生日だね。って来たの。めっちゃ気持ち悪くない？めっちゃすごい。誰？あんたは私の何なの？尊い、ありがとうございます。そうだけど、本当は一緒にいる予定だったから、ここに今だから、それを送ってあげました。本当はいる予定だったのにねって。ね、っていう感じでした、今年の誕生日。
おもろいねメンバー。ユナオジツイートがこういうのね、ユナコね、イメとナナミにはそういうツイートできないって言ってたからね、私に。ひどいよね。まあいいんだけど、逆に私にされても困るんだけど。夢の目の前でさ、いや夢と並みには絶対できないんだよね。いや知らん、なんか勝手に傷つかないけど、なんかね。っていう感じでした。やばい、4時7分だ。ということで、また明日か明後日配信したいと思うんですけど、ちょっとみんなびっくりしちゃうかもしれない。あ、ありがとう、誕生日タワーありがとうございます。あ、じゃああなたは私の誕生日ケーキを一緒に食べる権利をあげます。あ、でもそんな私個人的なびっくりすることなので、別にみんながびっくりすることじゃない。あ、髪は染めない。もう髪染めたのでラベンダーに。めっちゃ個人的に、お仕事じゃなくて自分、私がこうプライベートでびっくりすることをがあるかも。でも違うよ、全然そんなお仕事じゃないし、変な悪いびっくりでもない。めっちゃね、おもろいびっくりしますさせますので、だるまありがとうございます。それじゃあそろそろ、すいません、ちょっと終わりたいと思います。あ、髪は切らないです、私。髪はロングです。髪はロングだし、髪色もこのまんまです。よし、それではランキング発表させていただきます。すいません、短めではないか。ありがとうございます、こんなに たくさんタワーありがとうございます。もうゴミついてる。みんな美味しいもの食べてください。ありがとうございます、本当に。なんか笑われてる友達に。あ、違う、そちらの話ね。あ、ツインテロフに別に違う。すみません、ありがとう、本当に。みんな豊かな暮らしをしてください、ぜひ。ありがとうございます。あまり皆さんも無理しないでください。ありがとうございます。ということで、今年も頑張りますのでよろしくお願いします。21歳も、私ちょっと今何、この1時間何喋ってたか分かんないんだけど、よく。でもとにかく、なんだろうな、すいません、ずっとヘラヘラしてて、多分この後ママから怒られる。ママからなんか真面目に喋りなさいって LINE 来そうで、ちょっと嫌だ。すいません、またちょっと一人の時にまた真面目にお話しします。そう、ちょっと緊張してた今日。すいません、すいません。それではランキング読ませていただきます。ママ怒らないでってみんな言っていきます。13位、東郷さんありがとう、今年もよろしくね。12位、はじめさんありがとう、今年もよろしくね。11位、マキアートさんありがとう、今年もよろしくね。10位、チューバーさんありがとう、ちょっと変えた、21歳よろしくね、変わんな。9位、ブリハチさんありがとう、21歳になったよ。第8位、アルカシさんありがとうございます、21歳おめでとう、ありがとうございます。第7位、アキタンさんありがとうございます、21歳、ありがとうございます。第6位、カンヤとアットマーク21歳もよろしくね、ありがとうございます、こちらこそよろしくお願いします。第5位、テッチーさんありがとうございます、今年もよろしくね、ごめん、初期に戻った。第4位、マミマミさんありがとうございます、今年もよろしくね。第3位、テルマ片口アットマーク、ゆめたん全部かわいい、ありがとうございます、今年もそう思っててね。第2位、ゆき、アットマーク、OGT48、ゆめちゃん、一押しさん、ありがとうございます。今年もそうであってね、ありがとう。第1位、ヨッタさん、ありがとうございます。私も、おいしいものたくさん食べてね。みんな、たくさん太るんだよ。ありがとうございます。本当に、たくさんいただいたり、スクショしとこう。
20、21どっち20、21、こっち、こっち、どっちですか。どっちもやっとけって言われた。数字にこっちこれ以上右側に、あ、じゃあこっちか。21、ちょっとこれも写しとこう。意外とめっちゃくるくるのがイエーイでかイエーイ、ママありがとう、イエーイ、ありがとうございました。それではありがとうわもやっとこう。ありがとうわ、ありがとうございます。抜群の小顔、これがでかいからねそりゃそうだ、ありがとうございます。それではおやすみなさい皆さん、いい私の誕生日をお過ごしください。残り2時間ほど、もう今日は暴飲暴食しても大丈夫です。ありがとうございました。あ、卒業旅行後編見る、ありがとうございます。ぜひ皆さんご覧ください。ありがとうございます。おやすみなさい、ありがとうございます。今年もよろしくお願いします。バイバーイ。